最近私も悩みがあって、お悩み相談の動画を出すと毎回伸びないっていう。なので今回はいつもと動画のテイストを少し変えて、皆さんのお悩みに私の経験談とか意見を交えつつ、セブンのハワイフェア商品を大食いしながらお悩み解決していきたいと思います。それでは早速フライドライスおむすびいただきます。あら、何これ、温めて食べると美味しいんです。今回は皆さんのお悩みにいつもより親身になって答えていきたいと思います。最近栃木県に引っ越しまして、茨城のおすすめスポットを教えてください。ないです。自分の希望している業種で採用してくれるところなさそうで死にたい。私も高卒で工場勤務になりましたけど、元から工場で働きたかったとかそういうわけではなかったですね。高校に求人票が来て、その中でも良さげな会社を選んだので、決してやりたい職種ではなかったです。やりたい業種について成功している人って本当に一握りだと思います。とりあえずお金を貯めてから転職すればいいんです。続いてがこちら、ハワイ風リングドーナツいただきます。あら、何これ、彩り鮮やかで美味しいんです。好きな人に話しかけられません。どうしたらいいですか？名前プラス挨拶がいいと思います。カクテルパーティー効果って言って、どんなに騒がしい場所でも自分の興味ある話題や自分の名前などは自然に聞き取れるという効果があるんですけど、つまりみんな自分の名前って大好きなんですよ。それプラス挨拶だったら嫌われてない限りほとんどの人が返してくれるんで、健闘を祈ります。今年から始まった大学生活、友達が全くできません。勉強には集中できますが少し寂しいです。私も YouTube を始めてから友達と全然遊ばなくなってしまったんですけど、別に寂しさは感じてないですね。寂しいって感じるのは暇だからだと思います。何か熱中できることを探しましょう。遠距離のネット恋愛どう思いますか？お互いのことを信用しきっているなら全然ありだと思います。どっちかが束縛が激しいんだったらやめた方がいいと思います。続いてがスパイシーポギ丼サーモンですね。あら、何これ、サーモンが醤油漬けになってて美味しいんです。職場の同期のおばさまのプライドが高すぎて困ります。プライドが高い人の対処法は相手の意見を尊重することですね。プライドを曲げられると怒っちゃうんで、戦わないのが一番です。転職したいけどやりたいことがない。私も20歳の時にやりたいことがなくて、何をしたかっていうと本を読んだんですけど、そしたら今こんなになっちゃいました。6歳年下の男性が気になっています。自分が年上だからと気が張ってしまうのですが、どう思いますか？年の差恋愛の場合は結婚や子供に対する価値観を付き合う前に把握しておいた方がいいと思います。揉めるとしたらやっぱりそことか金銭感覚ですよね。あとは年上だからといって何でもしてあげるとかそういうのは良くないと思います。例えばデートの時に全部お金を出すとか、紐を養いたいっていうならいいと思いますけど、そうじゃない場合はお互いがウィンウィンになるように恋愛していった方がうまくいくと思います。友達以上恋人未満が1年以上続いています。この世の中って待ってる人の割合が明らかに多くて、行く人が少ないんですよ。だからその行く人になれば違う世界が見えてきます。父花さんと母花さんの結婚記念日がいつか知ってますか？4月2日ですね。新婚旅行は北海道です。電話が苦手です。立花さんは苦手ですか？相手によりますね。電話ってお互いの顔が見えないんで、気を許してる相手との電話だったら楽しいです。夫と別居するため小型犬を飼うことにしまして、犬飼う時の注意点を教えてください。気軽に旅行に行けなくなりますね。一緒に行くっていう選択肢ももちろんあると思うんですけど、友達と一緒の旅行とかってそういうわけにはいかないと思うんで、そういう場合はやっぱりペットホテルですかね。我が家はまだ使ったことないんですけど、今トイプー3歳と暮らしている高校生です。犬も大人になっていくにつれて頑固になるって本当ですか？うちのコロちゃんは10歳ですけど、素直でとってもいい子ですね。コロちゃん、お手。何をしても気分が晴れません。立花さんの解消法はありますか？ゆっくり湯船に浸かって美味しいもの食べて寝ます。続いてもちこチキンおむすび。あら、何これ、ピリッと辛くて美味しいんです。うちの保護犬ゴンタはおもちゃで遊んでくれません。おすすめのおもちゃを教えてください。ダイソーのバスケットボールがおすすめです。ほら行くよコロちゃん、どれ、ナスケッチ。働いている女性が多い中、私は専業主婦です。専業主婦ってどう思いますか？うちの母親も子供たちが大きくなるまではずっと専業主婦でしたね。自分に余裕があるんだったら働けばいいと思います。働いている男性が多い中、私は専業 YouTuber です。どう思いますか？世間の目は気にしない方が人生楽しめます。千葉さんは中学の頃頭良かったですか？160人中大体真ん中ぐらいで、よくて40、30番台とかでした。来年から社会人なんですけど、働きたくないです。私は逆で、高校3年生の時は早く働きたいって思ってました。つまりこの人の今が充実してるってことですね。仕事でのモチベを上げるにはどうしたらいいですか？一番簡単なのは仕事道具を新しくすることですね。仕事自体ってなかなか変えられるもんじゃないから、周りから変えていくんですよ。例えばいつも使ってるボールペンを新しいのにしたり、通勤のカバンを新しくしたり、個人的に一番おすすめなのは自己啓発系の本を読むことですね。私はそれをして会社を辞めました。彼氏が綾野剛に似ています。困ります。女性関係に問題がないことを祈ります。人生楽しく生きるコツは？死なないために生きることですかね。はじめまして、私は心理師をしているのですが、彼女が一人もいません。どうしたらいいですか？彼女は一人にしてください。彼氏が可愛くてぐちゃぐちゃにしたくなる時があります。立花さんはこの気持ち理解できますか？ぐちゃぐちゃにしたくなる時ありますね。高校生です。人間不信気味です。人間不信から抜け出したいです。相手のことを信用するためには自分も信用してもらえるようになるしかないです。ココナッツバターもっち。うん。荒々にこれもっちもちしてて美味しいんです。彼女持ち上司を好きになってしまいましたし、なんならお泊まりもしちゃいました。これってキープ？遊ばれてるだけじゃないですか。彼女持ちなのに他の子に手を出す上司も上司ですけどね。早くバレればいいですね。いつも自分が好きになる人とはうまくいきません。ちなみに今好きな人いるのでアドバイスください。うまくいかない方が恋愛って楽しいと思いますよ。自分の思い通りに物事が進んでいったらどこかしらで飽きちゃうと思います。あとは好きな人には遠回しじゃなくてストレートに気持ちを伝えるといいと思います。カスタードクリームドーナツマラサダ。あらなにこれカスタードがぎっしり詰まってて美味しいんです。あまり仲良くしたくない人と距離を取るための最善策は何ですか？人間が一番ダメージを受けるのは無視されることみたいです。人生疲れました。どうしたらいい？睡眠不足なんで寝てください。コロちゃんの飼い主様のように明るい笑顔はどのようにしたらできるのでしょうか？私も小学生の頃は全然笑えなくて、アルバム撮る時にずっと真顔でいたんですけど、そしたら担任の先生が、いいから早く笑えよってちょっと不機嫌になってて、それで友達が笑わせてくれて笑えました。誰かに笑わせてもらうっていうのが一番いいと思います。遠距離恋愛の彼氏との同棲、結婚等のタイミングがわかりません。本当にその相手が運命の人だったら、ああ、このタイミングだなってわかる時が来ると思います。暇すぎて無駄な心配が多いです。暇だから悩むんです。動いてください。茨城を出てからお祭りの屋台にニーカがなくて困ってます。ニーカと大判焼きは必ずセットで買いますね。仕事を辞めてフリーランスになりたい。自由に人生を歩みたいけど自信がない。自信がないなら辞めた方がいいですね。私は会社を辞める時に自信があったんで、上司の人から会社を辞めて何になるんだって言われて、成功者になりますって答えてました。続いてサイミンです。あらなにこれ魚介だしが美味しいんです。借金がある人と結婚しようとしてます。友人や家族からは否定されますがどう思いますか？自己管理ができない人との結婚は苦労すると思います。成人式で好きな人に話しかけたいですが、成人式の同窓会ってどんな感じなんですか？私は成人式も同窓会もどっちも行ってないんでわかりません。上司ととことん会いません。喧嘩してもいいですか？私も係長と一回喧嘩しようと思ったことあったんですけど、上司の人にそれはめんどくさくなるからやめてって言われてやめました。争わないのが一番いいですね。入社して2ヶ月経って工場の製造をやってます。新人に対するいじめがひどいです。助けてください。将来性がない会社だと思うんで早くやめてください。立花さんがプロテイン入れるときなぜゲッゴガーというのか考えてもわからないのが悩みです。プロテインといえば YouTuber のプロタンさん。YouTuber のプロタンさんと仲いいのは YouTuber のテンチムさん。テンチムさんといえばゲッゴガーということで結構がになりました。一人娘が学校に馴染めません。無理に馴染む必要はないですね。適合してないだけなんで、水と油みたいなもんです。今まで恋愛をしてきたことがなくて、はにゃって感じなんですが、恋愛とは何ですか？恋は心が下にあるので、下心。愛は心が真ん中にあるので、真心。間を取って、私は変。友達いない社会人になってしまった。私も今気軽に連絡取ってる友達いないですね。だからといって生活に支障が出てるわけではないので問題ないです。魅力的な女性の内面はどんなものですか？なんだろう、喧嘩に発展しない寛大な心の持ち主かな？物欲を抑える方法は先に経験にお金使っちゃいましょう。今持ってるものを一回手放してみるっていうのもありですね。そうすると本当に必要なものが見えてくるんで。会社でいじられキャラです。コロちゃんのような愛されキャラにはなれますか？私の場合は気を許した相手じゃないといじれないですね。いじられてるってことは愛されてるってことです。今夜の夕飯は何にしましょう？カレーで。湿度で髪型がまとまりません。立花さんは大丈夫ですか？いつもノーセットですね。職場の先輩に好意を持たれてます。気まずくなりたくなくて誘いを断れません。本当にその相手のことを1ミリもいいと思ってないんだったら断るべきです。相手が変に期待しちゃうんで。本当に嫌だったら彼氏できたって言えば相手も誘ってこないと思います。それでも誘ってくるんだったら飛ばしてもらいましょう。橘さんは恋人にどんな方法で愛情表現しますか？100万回の愛してるなんかよりも一度ぎっと抱きしめますね。その方が早いんで。人に流されやすくて少し困ってます。どうしたらいいと思いますか？私も学生時代は人の一歩後ろに立って生活してたんですけど、やっぱりそうすると流されやすくて、なので人の前に立ってください。人前に立つことによって違う世界が見えてくると思います。仕事が忙しくなるからとは事前に聞いていましたが、彼と3ヶ月音信不通です。これってどんな関係？3ヶ月音信不通ってことは、相当あなたに興味がないか、この世にいない可能性も考えられますね。彼氏が有名老舗メーカーの孫で実家も経営者、高学歴な貴族。私は普通、結婚は厳しいですか？学歴で人のこと見てるなら厳しいと思います。橘さんは橘さんと川原さんのどんなところが好きですか？なんだろう、喧嘩しないとこかな。私は23年間生きてますけど、両親のガチな喧嘩を見たことがないですね。異性の友達って絶対恋愛感情ないですか？生理的に無理な場合もあると思いますよ。リリコイ&レアチーズパッションフルーツソース。あら、なにこれ、滑らかで美味しいんです。短大通いなのですが、やっぱり世間体的に悪い感じがして学歴コンプレックスです。私は高卒ですけど、学歴コンプレックス感じてないですね。学で戦わなければいいんですよ。大好きな人に何かと勇気出して気持ちを伝えても、そっけなくされててしんどいです。ガチ。見返りを求めてるからじゃないですか。変に相手のことを期待してるのが良くないと思います。勝手に相手に期待をして、自分はそっけなくされたって被害者ずらして、相手はいい迷惑ですね。アパレル店員初心者なんです。橘さんは洋服屋さんでなんて声をかけられたら嬉しいですか？用がある時は自分から声かけるんで、話しかけなくて大丈夫です。このロコモコ丼は母親にあげます。下にかけるタイプだ。どう？美味しい。お悩みいっぱい解決できてよかったね、これちゃんね、お手。最近栃木県に引っ越しました。茨城の鳥がうるさい。ああ！はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はセブンのハワイフェア商品いろいろ食べてみたんですけど、個人的に美味しかったのはココナッツバターモッツとカスタードクリームドーナツマラサダですね。残りのお悩み答えていきたいと思います。橘さんに会うにはどうすればいいのでしょうか？ん？お父さん？お風呂のリフォームしちゃおうか。